るでラグナロクでも来た。何の用だ。仕事がある。だが雨の中に立っていてもしょうがない。うちに行こう。そこで話す。それでどうしたんだ。村の先にある丘が見えるか。ずっと何もなかったのに、ある朝起きたらドーン、てっぺんに塔ができてた。するといきなり稲妻が走り始めた。まさにナグルファーがやってくるみたいに。未だに止まない。この嵐をなんとかしないと。あんな波じゃ漁も無理だし、略奪にも行け。塔の中に入ってみたか。塔が現れたその朝に行ったさ。すぐに向かったよ。村のみんなを集めてな。家主が友好的なら歓迎し、悪意を持ってるなら追い払うつもりだった。ノックしても答えがなかった。だから扉を開けたら、みんな腰を抜かしそうになった。なぜ。なぜって、扉の向こうはまるで一面の水で、それが垂直に立っていた。あんなもの見たことない。ドルイドは魔法だと言った。勇敢な若者を5人集めて入っていったが、戻ってこなかった。分かった。塔の中を調べよう。中に入ったら、村から行った者たち、ドルイドと5人の青年たちを探してくれ。彼らを失うのは心が痛む。約束しよう。ヘムダールのご加護。最高だ。うん、外からはもっと小さく見えたが。侵入者を検知しました。侵入をやめ、即時退去してください。退去要請が拒否されました。侵入者の無力化を実行します。出してくれる人が来た。しかも名高きウィッチャーだ。ありがたい。コビリにいたとは運が良かった。タンクレット王が使わしたのか、魔術師協会か。いや、それにここはコビリじゃなくスケリッジだ。地元民に雇われた。お前の塔が島に大嵐をもたらしてる。ここはスケリッジだと。つまり瞬間移動か。
思ったよりはるかにまずいぞ。どうも話が見えんな。党には、DRM と呼ばれる防衛制御機能があるんだ。なんだと？魔法の防衛装置だよ。主だけが塔を使えるよう管理するためのな。侵入者を検知するとそいつが部屋を封鎖し出入りを禁止する。塔の主ではないからゴーレムは俺を襲いお前を閉じ込めたのか。他の素敵な機能はどうやって回避するんだ？ DRM を停止するんだ。塔の以前の所有者はこの防衛機能の解除に関する本を書いていた。ゴッドフリードによる万物解放の魔導書だ。塔にその本が保管されてるはずだ。見つけてくれ。それがあれば警備をかいくぐれる。あんたを家に返し塔をコビリに戻せるんだ。お前は俺を知っているが、こっちは名前すら知らない。ああ、私はシゴブンツ、フォントバニスの宮廷魔術師だ。この塔が新居になるはずだった。競売で買ったんだよ。競売で塔を？高名な魔術師ゴッドフリード・スタムフェルドのものだった。彼が死んで相続人たちが競売にかけたんだ。相続人たちも警戒していたよ。例えばゴッドフリードが色付きの瓶に何を保管していたのか。ひょっとしたらそれが彼の嗅覚と左目を奪った原因なんじゃないかとかな。彼らはそんなものも全部含めて塔を競りに出した。あまりにお買い得だったから手を出したんだ。それなりに不思議なものは見てきたが、自ら瞬間移動する塔とは初耳だ。この DRM を操作しようとしたんだ。ひょっとするとその時に何らかの避難装置が起動したのかもしれんな。それによって門が開き、塔はスケリッチに飛ばされた。それが原因で電磁波障害、そして嵐が発生した。その嵐を沈めたい。ゴッドフリードによる万物解放の魔導書を探せ。あそこの死体は近くの村から来た者たちだな。何日か前に入ってきた。そいつらの身なりを見て驚いたが、その時はまさかここがスケリッチだろうとは思いもしなかった。ほんの数人ドルイドと一緒にな。塔は警告したが従わなかった。アンスケリッグの民なら警告など笑い飛ばす。丁寧に頼み蜂蜜酒を一杯進めていれば帰ったかもしれないが。ではここを脱出して塔を帰還させるぞ。ゴッドフリードの本の場所に心当たりは？そうだな。書庫から当たるのが筋だろうな。鍵は研究室にあるはずだ。それはどこに？向かいの部屋に入ったら左が研究室で正面が書庫だ。だが忘れるな、お前は侵入者だ。お前が先に進むのを塔は必ず邪魔し止めようとしてくる。じゃあ早い者勝ちだな。呪文であの障壁を消そう。本はあったか？題名は何と言った？ゴッドフリードによる万物解放の魔導書という本だ。わかった、すぐに戻る。塔内に侵入した敵対による防衛措置を実行します。空気体の検査を開始します。
書庫内に侵入者、書庫内の状況が侵害されます。失速したようだな。ひどい死に方だ。ゴッドフリードによる万物解放の魔導書、これだ。排除を実行します。俺をガスで殺したいらしい。あったか。これか。これだ。では少し下がってくれ。この障壁を消さなくては。オスバイル・イブレンス・アド・ビジエト。隔離室の開放が確認されました。本施設への影響を確認しています。やっと出られた。簡単だったな。一番の困難はこれからだ。塔の心臓部へたどり着き、無力化の呪文をかけなくては。塔は全力で我々を阻止しようとするはずだ。案内しろ。中央制御室へ行って警戒態勢を解除せねばなら。 DRM が反応するかもしれん。油断するな。オスバイル・イブレンス・アド・ビジエト。侵入者を検知しました。侵害を検知しました。緊急措置。ゴッドフリードの本は役に立ったな。これで解決だ。あんたが来なければまだあの檻の中だったな。ほんの少しだが感謝の印として受け取ってくれ。ありがとう。あの嵐を沈めてこの塔をどこか移動してくれれば十分だがな。任せろ。それとコビリを訪れた時はぜひポントバニスに寄ってくれ。油地バラセル。待て、何してる。くそ、せめて入り口にしてくれよ。生きてるのか。怪我もないのか。ずぶ濡れだがな。飛び方教えてくれる。また今度な。
あんなの見たのは初めてだ。バーン、ピカ、塔が消えてあんたが空から落ちてきた。嵐か、一瞬で消えたよ。だからウィッチャーが必要だって言っただろう。専門家にはかなわないさ。そしてその仕事に見合った報酬がいる。アンスケリックの民は誠実だな。もしまたここを通ることがあれば寄ってくれ。心から歓迎するよ。ありがとう。じゃあな。待ってくれ。俺の兄弟のハルンはいなかったか。ドルイドや他の何人かと一緒に入ったんだ。友達を見つけた。残念だが全滅だ。すまない。行くなと言ったんだ。だが栄光を求めて。家に帰ろう、ニャール。ここにいても仕方ない。さようなら、ウィッチャー。本当に助かったよ。